とも姉ちゃん、最近ジュンさんの様子がおかしくないっすか？うん、私もそう思う。いつものジュンさんじゃない。たまにビーストの居住区に来てみんなにひどいことしてるっす。なんであんなことするっすか？まるで鎧の中に別人が入ってるみたいだ。本人に事情を聞きに行こう。場合によってはジュンさんを切ることになるかもしれない。次回、黒金のナイトメア。なんだ、王宮内が騒がしいな。まさか王宮内に敵が？うん、しかも相手はただの敵じゃないな。これはかなりの異常事態のようだぞ。一体何が起きているんだ？